Junior Patrollers. Lesson one, CPR. Never did it on any living person, though. Chizia. Sorry. You just woke up, and here I am, chatting up a storm.大丈夫みたいね。よかった。もうすっごい元気だよ。さっきも巨狼級の残像をやっつけてたし。いや本当に元気だね。はい、特に問題はなさそうです。行こう。響け。
と共に戦え。時だ。火を待つのみ。局を開け。行くぞ。風に乗れ。ここにてうがっ止められるものか。した自己紹介が台無しになったな。作る側のヤギ界とルールを破る黒ヤギ、どっちに強靭の集団の中にいるただ一人の正常者。お前にとって今は正常か、それともただの異端者か。考えてみろ、ヤギ界は世界の断りじゃない。奴がいなくなれば世界は黒ヤギを受け入れてくれる。加害者と被害者の脅迫者さん、
道案内感謝するぞ、漂白者。いいところだな。ここには全てがある。ああ、この全てを隅から隅まで何もかも木っ端みじんにしてやりたい。俺がここにいることに何の疑問も抱いていないようだな、漂白者。それはなぜか。罠か。面白い。まさかこの程度で俺を捕まえられるなんて思ったのか。もう逃がさない。お前らの遊びに付き合ってやりたいところではあるが、その楽しみは次に取っておくとしよう。待て、逃げるな。その程度か。もう死ぬ。壊れる。くらえ。フォトンシンセシス。今だ。チャンス。ターゲット確認。花よ。大丈夫。一気に行くぞ。ターゲット確認。死ね。慈悲など無用。獲物の自らやってくるとは。今ここは。まずはその怒りを沈めて。俺はただお前に忠告したかっただけなんだ。その目に映るもの全てが真実とは限らない。他人の言葉を疑え。何事もすぐに結論を出そうとするな。本当にとんでもない石跡だ。なぜ俺を信じない。それとも力ずくで説得する以外に道はないのか。花よ。ターゲット確認。キル。慈悲など無用。
婚礼院は祭主の核が選んだ州の主。その歴代の霊院の中には祭主の共鳴者が存在する。しかし前任が辞任した後、霊院不在のまま長い時間が経った。そして今回の物語、ワントーの戦いが始まる。極楽の地は砂と無種の兵器が残る暗天に覆われた不毛の地。長らく今州に負けが続いていた。憎き無双選手が散らばった兵器の念を取り込み、亡者の残響を己の兵士として刺激する力を振るうその最中、現れたるは予期の元将軍カジョリン。天に並びし蒼月は災いの訪れを語る。カジョリン将軍が剣を高く掲げ、決着をつけるべく飛び出したのだ。黒い炎に染まる剣、それに焼き払われる眼前の敵ども、もはや彼を止める者は何もない。そしてその時、極楽の原に逆さまの雨が降り始めた。天に落ちる雨粒の洞窟と怪物の咆哮、煉獄と化した戦場の騎士も音が鳴ったのだ。カジョリン将軍は最後の命令を下す。全軍に次ぐ戦線維持、最後まで戦え。漆黒の炎でその身を焼きながら、彼は無双戦士と死闘を繰り広げた。だがその後の行方は用として知れぬまま、絶望取り巻く戦場の沈黙を切り裂くは雷鳴のごとく炸裂した龍吟。ある少年が光竜の旗を引き継ぎ、苦戦の末予期を導き、全軍が撤退を果たしたのだ。この一戦で名を挙げた風の竜を操る少年は数々の武勲を賜り、核によって新しい鎮守将軍に選ばれたのだった。失踪したカジョリン将軍は席を問われる。そして無謀な指揮を取り、大量の兵士を殺したとして、交流史上でも有数の咎人となったのだ。この戦いでひどく消耗した今州だが、祭主がようやく重い腰を上げ霊院を決めたこともあり、祭主と新しい霊院の下で今週は明るい未来をたどると、皆そう信じている。どこかな？俺を探してる。見つけた。
危ないですよ。行くぞ。キャ
雪だらけだ。この光で。これも音の力だ。そちらはお願いします。こんな場所に月が、一体どういうことだ。無感謝だと、奴の周波数まで組み直せるというのか。月が無感謝の周波数を吸収し、新たな化け物を作り出したというのか。まるで顽強の戦いの時に。響け月あり。
れも音の力だ。どうした。火を待つのみ。これでどうだ。ここにてうがつった。行くぞ。この光で。奴の遠距離攻撃に気をつけろ。うまく回避するんだ。脅迫者、気づいたか。奴らの攻撃、明らかに月を避けている。つまりあの月こそ奴の急所だ。勢いが弱まった。ここは俺が食い止める。お前は木を見てコアを攻撃するんだ。交代はしない。まさか俺の流走まで再現するとはな。しまった。しまった。この力だ。
油断した。付き合い交代はしない。これからだ。油断した。これからだ。しまった。行こう。油断した。影に溶ける。これで決める。よっ。沈まれ。待ってたぞ。チッ。恐れなし。ギャップ。はい。あ、くんくん。前回の続きから押し寄せる残像をたった一人で食い止める羽毛の髪の少女。少女に危機が迫る時。重なる雲の切れ間から高光たる光の柱が差し込んだ。もやも残像もなぎ払う光の柱。そして光に当てられた巨像から現れる二つの人影。漂白者と紀炎将軍。二人の歩みは巨岩を崩落させ、無双戦士の野望は破綻した。よどんだ闘争の空気が一掃され、陛下も病んだ。ことの成否はいつだって天意でなく人の営みによるものだ。一時の失意はあれど、局面を打開しようとする者はいる。かつて星々の降る野原に竜の怒号を聞いた。今はそれに比類する凱歌が響き渡る。この先どうなることやら。だがそれを語るにはまだ早い。挑発者、初参戦なのに手慣れた様子だ。よくやった。頑張れ頑張れ。おーっと、障害物にぶつかって失格。このままスピードを切り挑発者、最先端をキープしている。今年の優勝は決まったか。
気遣い感謝する。予期軍の戦士は皆戦場で死ぬ覚悟を持っている。将軍として当然分かってるつもりだが。戦士たちの魂を故郷に返してやることは俺があいつらにできる数少ない報いだ。脅迫者、もう一つ頼みがある。いつか俺も故郷に帰れなくなったら、ここにルーグーを植えてほしい。ありがとう、漂白者。誰も信用してはいけないって。この体、いいデータが取れそうだ。
こいつを連れ出して基地に戻るぞ。剣士、締める。目をそらしちゃダメ。突きあり、これで決める。これも音の力だ。待ってたぞ。止められるものか。やっ、これでどうだ。ご定期だ。行くわよ。痛めつけてほしい。つまらないわ。遅い。誰が近づいていいって。せえい。剣士、締めるわよ。奴らを潰しなさないよ。これも音の力だ。これでどうだ。風に乗れ。そう、手加減したつもりはなかったのだけど。遠視があんたの体を欲しがるわけね。残念。杞憂だってことは分かっているわ。それでも私の助けが必要ならいつでも呼んでちょうだい。私はこんなはぐれ者だけど、あんたには何か似たものを感じる。きっといつかこの出会いが私の支えになると信じてみようかしらね。でもいずれはこの孤独も受け入れなければいけない。遠視にはできなかったことよ。彼は私の両親を復活させて孤独を紛らわそうとした。もちろん今さら後に引けるとでも思った？そうね、私の正体も知られてしまったことだし、すべて忘れてもらわないとね。冗談よ。でもあんたのおかげで多くの命が救われた。あんただったら本当に信じられるのかもしれない。どうだろうね。それとありがとう。こんな私を最後まで信じてくれて。それじゃ、次はどんな形で会えるか楽しみにしてて、漂白者さん。